まつげパーマしに表参道に行きます。ちょっと最近の新しいもの事情、このネックレス可愛くない？ K って書いてあって、なんかイニシャルネックレスっていうなんかコレクション、ロンドンのなんかサステナブルジュエリーブランドみたいですよ。なんかこれぐらいのなんかそんなにこう繊細すぎないやつだったら、このゴールドと合わせてもそんなになんか違和感ないからいいかなぁ思って。でね、これがね、バレわかるでしょ、冬は本当にそれしか上着持ってないんですかっていうレベルで着てたあの上着あるじゃないですか。同じこのベストマジやばい、超かっこよくない？超かっこいいと思うんだけどなんか丈がね、すごいちょうどいいっていうか、長すぎないので、なんかバランスがすごいいいなって思ってるんですよね。今日はなんかあったかいっぽいんで、これでいっちゃおうかなって思ってます、ね、このさ、ジップとかさ、マジめっちゃかっこいいよね。めっちゃかっこよくない？この感じ、こういうところにね、かっこよさはね、と言って、ほんとすいません、そんな偉そうなと言って、いつもありがとうございます姉ちゃん、挨拶しな、うん、重たい重たい。でこれもやばいんだけど、そんでもう一個あるから、このなんかなんつうの、フリースの、とりあえずフリースなわけ、これなわけ、フリースなわけで、なんかポケットがついてて、シャツジャケットみたいになっていうのかな、なんていうの、なんて言えばいいか分かりませんが、これがすごい今の季節とかいいなって思う。上着でもなくシャツでもないみたいな。しかも何がこれのめっちゃいいところかっていうことを言わせていただきますと、このスウェットの上に着れるっていうのが良くない？わかる？てか猫がマジでこの上着好きすぎてやばい。そう、このスウェットの上に着れるっていうのがすごいいいなって思って、しかもポケットもついてるし、ここに最高じゃないですか。しかもあったかいっていうね、持ち歩くことがさ増えるじゃん、上着を暑かったり寒かったりで、なんかこうさっとこう持てんのもいいよね。上着アウターじゃない、上着ですね。ねえ猫やめて。あとはね、ちょっとスニーカーとかもあるっすよ。あ、これだね、まずね、まずこれだわ、まずこれです。まずこちらのクラークスのスポーティー&リッチって、エミリー・オーバーグさんがやってるあのブランドですね、とのコラボレーションです。まあ、エミリーさん知ってる方も多いと思いますが、はい、こちらすごく素敵と、こちらですね、ワッフルトレーナー、ワッフルすごい、これあのフランクオーシャンもオリジナルのものだと思いますけど、彼が履いてるのは、それがあの復刻してすごく気に入っています。とにかくアイズワンが解散しちゃうんですよね。あとこれも新しいよ。珍しく展示会で何かをあのオーダーするっていうことをしましたけど、これがエトスのサングラスでーす。そうで、本当にアイズワンが解散しちゃうっていうことについて聞いてくれよ。悲しいですよ、私は。アイズワンはね、本当にね、いいグループなんですよ。
解散しちゃうのは本当に惜しいですが、最後まで最後のオンラインコンサートも見させていただきます。じゃあまつげに行く前に何か食べようかなって思ってんだよね。ちょっと待って、一瞬じゃあメールだけ返そう。行ってきます。韓国のブランド、なんかいい匂いがする。はい、みなさんこんにちは。めっちゃ雨降ってるわ今ね。銀座の撮影に今日は行きますが、で今コーヒーを買ってきて乾杯。中目黒にあるリバーサイドクラブ、リバーサイドクラブに売ってる中村ジェネラルストアの、見ます？の何これ、これなんだ？スコーンかな？スコーンみたいなのが。すごい好きで、ショーケースに入ってると必ず買ってしまう。いや、なんかさ、12時からだと思う、12時いいんだと思ったら12時半だったわけ。まだなんか、いや雨降ってるし駐車場が混んでたら嫌だなと思って早めに出たんだけど、ちょっと早く出過ぎた。12時半だった。なんかちょっと今日のスコーンのコンディションはいつもと違う。なんかちょっといつも違います。ここでじゃあ私が最近聴いてる音楽でも紹介しよっかな。 Apple Music のライブラリーをセキララに公開しますね。最近はね、やっぱりね、あの韓国のね、あのラッパーにすごいハマってて、最近良かったなと思った曲はこのリルボーイとウォンシュタインっていう人のフレンズって曲があって、それがすごい可愛くて、あの MV もなんかいろんな映画のシーンがいっぱい出てきたりとかして、なんか可愛い感じ。すごいんだけど雨。これも韓国のラッパーですけど、まだ18歳とかなのかな。ビッグノーティーっていうのバケットリストっていうアルバムが最近出て、それが結構いいです。でそれでウォンシュタインと一緒にやってる曲があって、ビッグノーティーとこのウォンシュタインのこのフューチャリングは結構熱い。あとはね、ジャスティスさんもすごいよく聴いてて、ジャスティスさんはもっとなんか激しい感じ、もうちょっとゴリッとしたヒップホップかな。ジャスティスさんはね、とにかくラップがまず超上手なの。私のおすすめはあのね、ディンゴっていうなんかこう何 YouTube のチャンネルがあって、ディンゴっていうチャンネルなのかな、ここでなんかこうメドレーでラップするみたいなのがあって、それのジャスティスさんはちょっと超かっこいい。あとね、このヤンビーがもうめちゃくちゃ好き。私はもうヤンビーがもうすごい好き。ヤンビーがマジでかっこいい。ヤンビーとジャスティスさんの曲があって、もうビジネスクラスっていう曲があるんだけど、これマジでね、いい曲っていうか、かっこいい、マジかっこいい。スキルが高いっていうかね、すごいラップがうまいです。あとね、このアルバムもすごいよく聴いてて、これは結構夜とかにいいねって感じ。すごいこの人だと好きなんだよね。あとはね、友達に教えてもらったのはこの SAFE っていう人の STAY っていうアルバムが結構良かった。あと最近なんか山口百恵さんのなんか伝説のラストライブみたいなのがテレビでやってたのを録画して、それを見て結構百恵ちゃんはマジヤバいなってなって、百恵ちゃんを聞いたりしてました。行きますか。一つね、そう、言わしてもらうとね、
言わせてもらうとね、そのリバーサイドクラブ、中目黒のリバーサイドクラブのすぐ裏に住んでたことがあって、何年か前に。で、なんかどうしてもアーモンドミルクでコーヒーが、ラテが飲みたかったので、お店の子にアーモンドミルク入れてって言ったら、入れてって言ってない、入ったらいいなって、なんかストーリーかなんかに書いたんだよね。そしたら入れてくれたの。だからそこのお店にアーモンドミルクがあるのは私のおかげですとかいう偉そうなことを言ってないで。ちょっと待って、プレイバック、プレイバック、今の言葉プレイバック、プレイバック今夜はすき焼きです。あ、外した。ママ見る、ママ見る。ママの、ママやばいんだよね。俺らが最初に見たときじゃん。そう。これ結構食らって。これマジ食らうよね。これマジで。このパフォーマンスはマジで伝説です。いやマジこのステージはマジで。結構知らない曲ってさ、あ、こういう曲なんだって感じだけど、なりがちだけど、なんかこの時は知らなかったけど、やべえって思ったもんね。この曲マジやばって思ったよね。ウンビだ、ちょっと泣いちゃったね。いや泣いちゃったよね。こんな私についてきてくれてありがとうみたいな、もうマジ泣きました。本当に号泣した。マジ鳥肌立つ。本当に目がマジ切れてる。ここマジ泣けるんだよ。仕上がりがやばかったね。そうマジ、もうマジで世界で一番ヤバいグループと思った。マジでヤバいグループだと思う。あいつはリズムに仕上げてきてるなっていう感じが。そうマジもう本当に悲しかった。シムアイズワンフォーエバー、マジで大好きです。 I need something to fall in love with。